七不思議の裏不思議七浦です。ありがとうございます。ありがとうございます。今回なんですけども、はい、ちょっとですね、七不思議の公式の方にですね、はい、以前から投稿回答送られてきておりまして、はいはいはい、で、もともと、木村くん、木村くんがね管理していたんですけども、そうですね、その木村くんがいなくなってからいなくなりましたね。その我々のところに降りてきてなかったものがたくさんあったらしくて、はい、結構いろいろあったって聞きますね。ちょっとその説は皆さん申し訳ございません。すいません、本当にたくさん送ってもらったのに全然読まれないじゃないかと思ってたかもしれないんですけど、なんでちょっとそれをぼちぼちと紹介していこうかななんて。これはいいですね。思ったり思わなかったり、思ってることを言え思え、そしていや頭痛薬飲もうとしてる人が、まあまあまあそれはね、それ飲みますから。出た、頭痛薬をフルツオレで飲む男。そうなんですよ、本当に頭痛くなるでしょ聞いてる人が聞くんですよ。聞かへんわ。聞くんですよ。もしかして、うわ、あれ、え、なんで上ってなる。一粒残ってしまった怖い話の疑似みたいにあの粉薬飲めない人。あ、でもね、意外と大丈夫でしょ。意外と大丈夫。うん、オブラートあれば。ホヤは無理。あ、ホヤ無理。ホヤ薬よりまずいもん。薬がまずいっていうのはね、そのよっぽどじゃないと。錠剤はだってね、味しないですからね。まあね。そうなんですけど。どのタイミングでリップ塗んの？すごいカサカサだったし、ね。今のところ全部どのタイミングでですよ。うわ、頭痛薬もリップもちょうどね、あ、これでいいや。 OK OK OK。 じゃあ行きましょう。はいはい、まずはオフさんですね。オフさん、OFF オフさんですね。なるほど。はじめは、ノブさんの心霊の話に興味があり見ていましたが、うん、吉田さんの面白いお話はお二人の家系が好きで、うん、もういつも投稿楽しみにしています。ありがとうございます。で、私には霊感がないんですが、私の母は昔から少し霊感がある方で、今まで何度か不思議な体験をしてるんです、うん、はっきり見えるわけではないんですが、気配を感じたり声聞こえたり夢を見たりする。でその中で母は霊に対して怒ったことがあるらしいです。怒ったんだ。で、面白いなと思うので母にも許可を取り、初めて、DM させていただきました。ありがとうございます。私は2人、姉妹で姉がいるんですと、うん、で、私たち姉妹が生まれる前のこと、姉が34歳なので35年ほど前のことになります、うん、私の実家は数年前に引っ越ししていて、前に住んでいた家には霊がいるとお母さんよく言ってました、うん、前の実家はかなり古い建物、部屋数が多い家で、1階の一部が父の経営する美容室、うん、1階奥と2階が私たち家族の住居でした、うん、2階の奥に日があまり当たらない暗い部屋があって、うん、小さい頃はそこが家族全員の寝室になっていました、うん、私自身そういった心霊体験はないものの、何だかあまり近づきたくない部屋だったんです、ね、窓はありますが、窓を覆うように美容室の看板があって、ほとんど日が入ってこないんです。なるほど。その部屋は昔、使っておらず、タンスなどたくさん物が置いてあり、物置のような部屋だったんです、うん、で、父と母の寝室にするため大きなタンスを動かしたり、ベッドが置けるよう片付けたり、こういろいろ模様替えしたと、うん、で、その部屋で寝始めてから父の体調が悪くなったり、母もバタバタとたくさんの人が走るような足音が聞こえたり、うん、おかしなことがいろいろとあったそうです。そんなある日、母がその部屋で一人寝ていると、またこう足音が聞こえて起きた。で、その時気づいたんですけども、おそらく模様替えの時に大きなタンスを動かしてしまったせいで、うん、霊道を開けてしまったのか、霊が通る足音がもう頻繁に聞こえていたと。で、それが分かったら普通怖がると思うんですが、うん、お母さんそこで睡眠の邪魔をされたこと、そこで寝ていた父の体調が悪くなったことを思い出してきたら、もうめちゃくちゃ腹が立ってきて、うん、同時にね、霊に向かってこう言い放ったそうです。うさがん、うちらがお前らに何を迷惑かけた、何もしてないのに生きてる人間に迷惑かけるんだな。すごい怒りましたね。大声で怒鳴ったそうです、はい、それからばったり足音も聞こえなくなる。いや、反省しちゃったのかな。父の体調も良くなったらしい。すげえな、おい。母はちょっと変わった人なので、娘の私からすると納得できる話ではあるんですが、はい、霊をビビらせるほど強い人なのかと感動しました。大人になった今、姉と私とでたまにこの話をするんですけども、絶対霊の間であの家のあの人はやべえからって噂になっただろうねと笑い話になっていますだろうね。ちなみに前の実家はまだあって、父がまだ1階で美容室を営業しています。ああ、そうなんですか。まだ母の体験談がいくつかあるので、またお伝えできればなと思っております。面白い。じゃあそのお父様が経営している美容室に行けば、はい、2階が現場を 見れたりするのかもしれないですね。で、
いやここだったんですよとかね。そうですね、見えたりするんで、それはぜひモーモーゲームズ。なんでモーモーゲームズに全部当てが合うんだよ。なんで当てがわれるのか見分かんないし。でもなんかこの俺ね、はい、思うんですけど、はい、この霊道の話って結構あるでしょ。ありますね、霊道ね。タンスとかで霊道をなんか塞いでしまったとか言うじゃないですか、はい、霊道ってタンスとかで塞がれちゃうんだと思う。どうなんですかね。ね、だって部屋の壁とか通ってきてるわけでしょ。そうなんですよね、はい、そこは不思議ですよね。たまたまだったと思いますけど、これは。ああ、そうだから、なんかそのお札とか貼ったから通れなくなったっていうのは、あのなんとなくああと思うんですけど、僕ん家の体験談で、僕のね、寝てる時に横黄色い女が通ってって、で押し入れの中を持ってったと思ったら、もうすごい怒りながら戻ってきたんですよ、黄色い女が、はいはい、で次の日の朝に親父に「いや幽霊見たで昨日」っつって、うん「押し入れの中入ってたらもうすごい怒って出てきたで」っていうこと言ったら、うん、親父が「ああそれか」っつって、「俺も気づいてな、あの教文をな押し入れのとこに置いといたんや」。ああそうかしら、言ってたね。だから幽霊は行けないから戻ってきたってことなの。成仏まだしたくないと思ったんじゃないですか。教文に触れたりするとなんか成仏するのか分からないですけど、まあ、取れない戻ってきちゃったみたいなことでしょ、うん、だからいろんな、でもそういうタンス云々で、うん、その例の、なんていうのあれが開いちゃったとか、うん、侵入を防いだとかって話もたくさん聞くから、ね、なんか不思議だなと思うね。いろいろなパターンあります。うん、続きまして、はい、マロタンさんです。マロタンさん、マロタン、マロタン、マロタン、はい、マロタンさん、ありがとうございます。昔聞いた話なんですけども、うん、今は違う建物が建ってますが、前はマンションが建っていて、何回かは忘れたんですが、うん、ベランダ側のカーテン、との間に、うん、カーテンの間、カーテンとカーテンの間なのかな、カーテンとカーテンとの間に幽霊が出たらしいと、うん、で怖い思いしたことがあるそうなんですが、うん、建て替えたらもう幽霊は出ないのでしょうか。例えば6階に出てたとしたら、建て替えで回数を減らしたら出なくなるのでしょうか。質問なんです。疑問ですよね、素朴な疑問ですよね。分かります、そういうのはすごく。確かに、だからそのさ最初のした話云々じゃないですけど、うん、このアパートの2階に出るんですよって言ったとして、そのアパートがなくなったとしたら、2階にいた幽霊っていうのは2階の場所で浮遊し続けてるのかなとか、はいはい、それかやっぱこのゲームとかのだるま落としの要領で、はい、なくなったからなんかストンって落ちて、はい、いわゆる1階分、はい、ねえとかはちょっと思うよね。例だからじゃあ浮いてられるんですよって言われたら、あまあまあじゃあ2階にいても不思議じゃないかなとかも思うんだけど、ね、だアイスクライマーみたいにね、こう上からねこう わ分かるよ、床をゴンってやったらゴンゴンってやってね、落ちてきてみたいなね感じです。いや結果出てないから。で言いますよ私、はいはい、土地に根付いてしまう前だったら、うん、消える可能性はあると思います。ああなるほど、はい、そっか、建物に根付いたら建物がなくなってしまうと、はい、消えるパターンはあると思います、ね、なるほど、ね、大いにあると思います。その部屋の絵の執着なんで、はいはい、もうその絵がないと、うん、で産地とかになっちゃったらね、そこで殺されてるんであれば、その場所への執着になってしまうから、あその場所に残り続ける、残ってしまうから違う部屋に出ると思います。あなるほどね、なんかその気がします。なるほど、じゃあ続きまして、はいはい、春菜さんです。春菜さん、私が低学年の時のお話なんですけども、はいはい、私のひいおじいちゃんはとても子供が大好きで、うん、私のこともとても可愛がってくれました。いいじゃない。私は父子家庭で父と父方の祖父と一緒に住んでたんですが、はい、みんな仕事をしていたので、うん、こう学校が休みの日にうちに迎えに来てくれて、ひいおじいちゃんの家で過ごすことが多かったです、うん、いいですね。素敵ですね、うん、ひいおじいちゃんとのつながりで、家に行くと毎回必ずボンタン飴をくれました。わあ古っ。そんな大好きなひいおじいちゃん、あのパッケージのね、あのボンタン飴ですよ。懐かしい。オブラートでくるんであるんで飲み込みづらいんですよ。あれありましたね、今もあるんだろうな。急になくなりました。あらある年の夏に、うん、で現実を受け入れられないままお葬式が終わり、うん、その日の夜家に帰ってきて家族で思い出話をしていた時に、うん、ふとテレビの方を見ると新品未開封のボンタン飴が立てて置いてあったのです、うん、家族はボンタン飴など買う人はおらずに、聞いても誰一人そこには置いてないって、買ってもないと。私ももらったらすぐ食べていたので心当たりは全くないんです、うん、あれは一体なんで
そこに置かれていたんだろうかと今でもふと思いますと。なるほどね。怖い話というより不思議な話になってしまいましたということなんですけども、ひいおじいちゃん最後に買ってくれたんですかね、じゃあなみたいなね、グッドラックみたいな、春菜これが一番好きだったよなみたいなことなんだろうね。ボンタン雨いいですね、ちょっとあったかいお話ですね。じゃあ続きまして、はい、愛犬トラと愉快な生活さんからいただきました、ありがとうございます。私の体験談はお二人に共通する話題の体験だったと思い紹介させていただきます、うん、私自身は寺院などとは関係のない家系なんですけども、物心ついた頃から周りの人には、見えない人のようなものと遊んでいたので無心など全く作れずに過ごしていたのです。すみません。私も中学生ぐらいになると普通の友人が欲しいなと思い、うん、高校からは自分の過去を知らない人ばかりのところに通い、やっと普通の生活を取り戻して親友と呼ばれる友達ができたんですが、はい、その友人の後ろにいつも何人かの顔らしき影が見えていたんです。やっとできた友達を失うことが怖くて、まあね、その顔のことは気にしないように過ごしてました、うん、そして時間は流れ、高校3年生の夏休み、うん、その友人の家に泊まりに行くことになったんですが、はいはい、急に子供の頃から遊んでいた周りには見えないものが、イマジナリーフレンドなんですかね、もう自分が昔遊んでたやつ ね、うん、そこには行ってはいけない、行っちゃダメだっていう怒ってきたんです。ほう。で、忠告を無視して泊まりに行ってしまったんです。行っちゃったんだ。友人の家での記憶はほとんどないんですが、はい、はっきり記憶しているのは、うん、友人の部屋で寝ている時に夜中の2時過ぎ階段を登ってくる足音に気づいて目を覚ますと、うん、部屋の入り口の床にへばりつく顔のようなものが怖っ私を睨みつけているのがはっきりと見え、うん、口を大きく開きにたーと笑った途端に、うん、私は金縛りになって身動きが取れなくなり、怖い怖い怖い、慌てていると私の顔の上に、うん、6体ぐらいの顔が出てきて、笑いながら血のよだれのようなものをうえー垂らしながら、最悪じゃないですか、ぐる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 と周りを回って、うん、で大きな足で顔を何度も踏みつけられて殺されると思ったところで記憶が途切れてるんです。気がつくと私はすごくうなされて白目を向いていたと言われました。その後夢の中で私は大きな石を積み上げた防波堤の前に立ち、その石の一つ一つが苦悶の表情をした顔になり私を睨みつけてくるという夢を1ヶ月近く連続で見ました。嫌な夢だな。また後々調べてみると友人の家の立っている場所は歴史の授業でも出てくる、うん、合戦があった場所なんですって。あ、そうなんですか。で江戸時代の頃は首切り場、首を晒し魔除けにしていた場所とのことなんです。はい。現在ではその場所には留置所が立っていて地名も魔除けを意味する漢字が使われています。気になる。ちなみに地名は福岡市の、はい、うん、これ言っていいでしょう、桃地という場所です。桃地100の道。はあ。で昔から、交差点に首を置いて魔除けにしていたという話もあるぐらいの場所なんですね、はいはいはい、んというようなお話でございます。すごい体験談ですね。あ、お名前なんだっけ、愛犬、愛犬トラと愉快な生活さん。すごい可愛いお名前ですね。でもね、体験談エグかったな。ぐるぐるぐると、だって6体の顔、がよだれって笑いながら血のよだれをぐーって垂らして、でなんかでっかい足が踏みつけてくるので、死にそうになったと思ったところで気失ったってやつ、記憶が途切れてるんです。かー。またなんかそのね、なんかあの首を魔除けにするみたいのは、はい、なんかね昔の中国でもなんかそういうのあったらしいですけど ね、日本版のそういうものが実際行われていたっていう、なんか歴史的な交渉にもなるっていうか、すごいですね。すごい話ですね。で続きまして、はい、愛犬トラと愉快な生活さん。いやいや、ありがとうございます、すごい方がまた投稿いただきました。私は3歳の時に父親を船の遭難事故で失い、あ、そうなんだ、同時に同じ船に乗っていた母方の叔父2人と親戚2人、一気に5人の身内を亡くしてしまったんですが、そうなんですね。当時の記憶ってほとんどないんです。ただ一つだけ覚えているのは合同葬式の際にですね、私の母が泣きながら、うん、もうお父さん帰ってこないんだよと語りかけてきたのを覚えてるんですけども、当時の私には自分の右後ろに父が立っているのが見える、母や周りの大人にここにお父さんいるよって言ったんですけども、うん、信じてくれなかったと。あ、そうなんだ。で逆に気持ちが悪い、あ、そっか、そうなるね、
毛嫌いされたんですよ、親戚から。不謹慎だみたいなね。でその後何事もなく数年が経って小5の時に胸の中にいる何か、これ説明が難しいらしいんですけども、はい、が起こっているような感覚があって、はい、で急いで家に逃げ帰ると誰もいなくて、隣のおばさんが、母の妹が交通事故で亡くなったと聞かされ、驚きよりもやっぱりこの胸騒ぎ、あーなるほど、うん、これだったのかと思ってしまい、すごく冷めた子供だったと思うんですけどもということ でその数年後私が中3の頃、うん、胸の中にいる何かは何なんだろうと、うん、ずっと思ってたんですって、うん、これは誰なんだと、何だと、うん、でお前誰なんだと話しかけたりもしたんです。ほうほう。で目を凝らしてじっと見つめていたら、うん、この胸の中に7人の人か犬かわからないんですけども、何か7体のものがぼんやり見えるんですって。でそのことをお母さんに話してみると、うん、お母さんすごく怯えた様子で、うん、母方の祖母や親戚中がその内容で聞いて騒然となったのを覚えてるんです。それもそのはず、過去の出来事が私の頭の中に一気に流れ込んできて、はい、母の実家は代々お稲荷様をお祭りしていたらしく、はい、祖父が病気で寝込んだ時に、うん、お稲荷様を山に捨てに行った場面が見えて、はあ、でお主が22歳の時に最後のものとして迎えに来ると言われたのをはっきり覚えております、その頃は自分でどうしたらいいのか分からずただただ怯える日々を過ごしていました、はい、その後いろんな出来事があったんですが、うん、あまりにたくさんの出来事があるので、また DM させてもらいますが、今でもお稲荷様元の場所に帰ってきてもらい、親代も建立し何事もなく、私は過ごさせてもらっていますが、そうなんですね、私の胸の中には今でも7体のお稲荷様がいることだけは、すご、以前と変わりがないので、この7体のお稲荷様に守ってもらっている気持ちと、逆に監視されている怖さが同居していて、あ、まあ、そうか、気が抜けない日々を過ごしています。このたたりのようなものの続きや修行中の奇妙な出来事、22歳の黒い迎え人、刺繍の話など折を見てご紹介させてもらえればと思っておりますということなんですけども、ぜひあの本を出版、そしてなぜこんなにも秀逸なお話をお持ちの方を木村君は見過ごしていたのかと。本当ですよ。だからこれ相当前、ね、いついただいてますこのお話って。去年、2021年です。去年かの2月。おー、また古いなー。1年半ぐらいかかっちゃってんのか。その前の話は2020年の12月30日古い。あ、百物語ぐらいの頃だ、ちょっと申し訳ない、ね、申し訳ない。アイトラさん、アイトラさんって呼んでいいのかな。愛犬トラと愉快な生活さんですね。なるほど、アイトラさんが呼びやすいかな。すごいですね、この方すごいですね。だってその未だにその胸の中にいる7体のお稲荷さん、はい、で22歳の、はい、迎え人みたいな、迎え人、なんと黒い迎え人、迎え人、ワクワクしかないと。これはもうただね、はい、やっぱりねスルーしてしまっていたので、はいはい、あ、その後が、そっか、そうだよね、確かにどこでも読まれないとね、もう2つほどは来てるんですけども。あ、そうなんですね。アイトラさん、これもし聞いていたら、もし聞いていたら、また戻ってきてください、はい、すいませんね本当に。今かつてはね、はい、今よりもシステムがねうまく出来上がってなかったんで。そうなんですよ、機能してなかったんで、すいません、いただいてたことすらも僕たちは知らなかったです。そうなんです、ごめんなさい本当に。っていうか、でかといって木村君がスルーしてたって言い方なんですけど、うん、あ、まあまあそうね、スルーしていたわけでもないんですよ。ないんだよね、そうなのね、奥の奥に入ってしまってたんですね、申し訳ない。で、まあというか今日たくさんね、はい、他の方も紹介させていただきましたけど、はい、ちょっとそのもうご紹介が遅くなってすいませんでしたとともに、はい、今後はこちらも少しずつね紹介していきますので、公式の方にもどんどん送ってくださいということですね。以上、七浦でございました。皆さんありがとうございました。